アのチャンピオンに続いては女王です、カタリナ・ビット。今年のフリーは最高の出来でした。あ、これはショートプログラムですね。衣装もそうです。19歳に見えますか？見えません。本当に貫禄が出てきましたね。なんか年々あの演じ組を増してきたって言いますか、やはり女王の風格っていうのが、はい、にじみ出てる感じがします。素晴らしいですね。 6.0 ですね。東ドイツ2年連続女王の座に輝いたカタリナ・ビットです。Catalina Beat once again skating to Granada.
ユンタナンが今度は情熱を込めて滑りました。カタリナ・ビット、コーチはユッタ・ミューラーさんですが、このミューラーさんという方もまず熱心なコーチの5本の指に入るんじゃないですか。そうですね、それにも非常に長い期間にわたってそのたくさんの世界チャンピオンを育ててらっしゃる、本当にもう世界の指折りの名コーチですね。そうですね、しかもあのこういったエキシビションナンバーの練習の時でも朝からちゃんと見えて、細かい注文をつけて、こういう風に滑ったりこういう風な動きをしなさいってことをね、彼女に言っています。カタリナ・ビットです。皆さんの声援にお応えして再び登場していただきました。曲はフラメンコファンタジーです。カタリナ・ビット has another number for us, the Flamenco Fantasy。 フラメンコのリズムに乗って滑ります。これがショートプログラムですか。国歌を聴きながら国旗を見上げている彼女の方に涙が一つ流れておりました。本当に綺麗な涙でしたし、今日のこの笑顔もまた大変。